生看護医療専門学校ウェブオープンキャンパスへようこそ。本日はハリキュー学科の施設や授業をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず実技教室と実技授業についての紹介です。こちらの教室では主に実技系科目の授業を行っています。姿勢が重要となるためベッドも好きな高さに昇降することができます。1年生ではお灸を紙に、針はスポンジに行っています。2年生ではお灸や針のほかにアロマの授業も入ります。ルームスプレーや入浴剤などを作りアロマを楽しみながら資格取得を目指します。3年生では美容鍼灸やスポーツ鍼灸など専門性に特化した技術を学び治療の選択肢を増やすことができます。次に附属鍼灸院の紹介です。この附属鍼灸院では日々外来の患者さんの治療を行っています。3年生では実際に鍼灸院で実習をし問診やバイタルの測定はもちろん学生の手で患者さんの治療を行っています。1年間の実習を通して臨床現場のシミュレーションを経験することができ卒業後即戦力となる技術を習得していきます。最後に学生ラウンジの紹介です。ここが学生の憩いの場になっていまして昼食をとったり学生同士でお話をしたり時にはその先生を交えて勉強会を行われる場所になっています。授業中以外は絶えず人が訪れる超絶人気のスポットとなっています。皆さんいかがだったでしょうか。学科のすべてを紹介することはできませんでしたが雰囲気を感じ取ってもらえればよかったかと思います。もっと詳しく知りたいという方はぜひ名古屋平成看護医療専門学校のオープンキャンパスへお越しください。お待ちしております。